インベスターズ TV インフォメーション。インベスターズ TV は充実のコンテンツが目白押し。チャンネル1、眼力大輔さん、ただいま夫人募集中。チャンネル2、素人社会科見学は私が学びながらレポート。チャンネル3、若林さんが毎回ホットな市場ネタをお届け。チャンネル4、アナリストクロちゃんがあっと驚く日本の技術をご紹介。チャンネル5、ファンクラス川村さんがキャスターを務める新番組ブレイク間違いなし。チャンネル6、野人公さんが教える自然と戯れろ。チャンネル7、社会の仕組みを覆せ、涼さんのさまざまな活動と思想に迫る。インベスターズ TV の生放送、毎週水曜日はサバスケのお茶の間からお送りする平成水曜劇場。そして大輔お父さんのトークコーナー、第1、第3水曜日のレギュラーは若林文恵さん、第2、第4水曜日は沢上篤人さん。毎回ホットな話題が盛りだくさん。第2、第4月曜日の生放送も元気もりもら。ヨーヨーマスタータカがお送りする本格ヨーヨー番組 Do the Spinning、 超絶トリックを見逃すな。スタジオにアーティストを迎えての楽しいおしゃべり、そして生ライブも必見。 Be ツアーオールナイト、音楽情報てんこ盛りもら。スタジオトークバラエティ、お笑いエンターテインメントチャップリン、腹の底から笑うぜよ。インベスターズ TV 見てくださいね。番組 Be the All Light、 パーソナリティはいつでもてんてこまいな坂井萌と、今日化粧が薄いと言われましたが、もう目が腫れぼったくてこれ以上化粧ができません。クラウドアリングのボーカルゆうりです。はい、この2人でさまざまなジャンルの音楽を紹介していきます。はい、毎回ですね、私たちがピックアップしたゲストを迎えてのトーク、この番組での生ライブ、番組独自のニュースやランキングなど紹介していきます。まさにこの番組を見れば音楽情報てんこということでですね、今日も盛り上げていきましょう。はい、よろしくお願いします。はい、今日はまたすごい女性の、そうなの、方がいらっしゃるということでね。またね、まあ後で言うけどね。そうですね、これはちょっとじらしましょうか。ちょっとじらそうか。ちょっと世の男性と見ている方をじらしましょうかということで、女性もね女性もねということでですね、ビーツニュース参りましょう。はい、いいですか、近況トークしようよ。近況トークやっちゃいますか。うん、そうですね。やっちゃいますか。やっちゃいましょうよ。あ、私噂で聞いたんですけど、はい、何かバーを。そうなの。何ですか。バークラリーっていう、はいはいはい、あのメルマガ読者限定のイベントやってて、うん、お今ね、おこれ、そう VTR にもあるんだけど、うん、メルマガに登録した人だけに、はい、こうバーにこうお誘いのメールが来るんですよね。やばい。でこうやって今みたいにこうメンバーがお酒を作って一緒にお話ししの飲みの、うん、なるほど、ライブもありのでありの、ちょっとゆうり姉さん今のめっちゃ酔ってますね。うん、酔ってない酔ってない酔ってない、調子こいてるだけすごいすごい、これあのやり方が全部書いてあるんですが、そこのリングリングリング、うんうん、数字の4に言う、はい、アットマークヤフードとしようドット JP に、はい、あのメルマガ登録してもらうと、うん、もういろんな情報がまず一番に送られるっていうのと、なるほど、そうバークラリーの日にちも出るんです。お、次 の、 あのバークラリーの日にちはまだ未定なんですが、それもあのメルマガに登録していただければ、うん、あの一番に情報をゲットできるので、ぜひぜひ登録よろしくお願いします。お願いします。いやこれね、うん、ちょっとレアですよね。ファンの方は来てマジ一緒に飲めるし、うん、お酒飲もう。はい、ゆり姉さんが酔っ払ったらもう最高ですから、ね、止められないから本当そうでもないよ
さらにかっこよさ増すというね、うん、ありがとうじゃあ早速今日もニュースいっちゃいますか、うん、はい、はい、当番組のですねパーソナリティを務めるゆりさんがボーカルを務めるですねバンドクララーリングさんが4月29日池袋ルイード K3 にて行われるフジロックフェスボリューム1に出演します。詳細はですね今ご覧の通りになっていますので、ガールズデスメタルバンドギャルメットさんが5月13日にライブミュージッククラブエッジ六本木にて行われるクラブエッジプレゼントシッオンサンデーボリューム1に出演いたします。ニューシングルリバース with you も絶賛発売中です。詳しくはホームページをご覧ください。すっげすげ、うん、詳しくはホームページをご覧ください。ホームページをご覧ください。すごいですね今の方でも、うん、メタルガールズデスメタルバンド、うんうんうん、私なんか YouTube か何かでメタルの方の発声法みたいなのを見たんですけど、あるあれすっごい面白いんですよね。見たことある？ありますか？あの なんて検索したらいいのか分かんないんだけど、ね、ちょっとね皆さんにも見てもらいたい。ちょっとだけ言うとこうピアノでこう、はい、ドレミファソラシドってあるの、それをこうドーってやってあーレーをしてあさっすらやってるそれを真面目にやってるからすごい、そう、その背中が見えるんでちょっと検索してほしいですねじゃあ早速お待たせいたしました、はい、ゲストコーナー参りましょう。はい、本日のゲストは、今日のゲスト、はい、エヴァ愛理さんです。どうぞどうぞ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おお、大丈夫ですかよろしくお願いします。美しい、とんでもないです。お二人も美しい、本当に可愛いです。ありがとうございます。ではちょっと最初に自己紹介の方からよろしく。はい、シンガーソングライターのエヴァ愛理と申します。日本だけじゃなくて海外でも活動していまして、アメリカやカナダの音楽フェスに出演したりして活動しています。国内でもライブをしたりして活動しています。すごいワールドワイドな本当そうなんです。あのアメリカのシアトルというところの出身で、はい、あの自分のバックグラウンドと同じように国籍とか国を超えて活動したいなと思ってかっこいい。その音楽をちょっと始めたきっかけとかを聞きたいんですけど。始めたきっかけは、うん、あの私の家庭はそんなにあの音楽を聴く家庭ではなかったんですけど、うん、高校の時にあの音楽の先生がオペラ歌手もされてる方で、でなんかあの君をやった方がいいよってすごい勧めてくださって、うん、でちょうどその頃あのレーナ・マリアさんっていうスウェーデン人のゴスペルシンガーの方が高校でコンサートをしてくださったんですよね。でそれを聞いてもうすごい感動しちゃって、うん、もう本当に国も言語もそれこそ関係なかったし、うん、彼女はあの障害を持ってる方なんですけど、うん、そういうのも本当に何も関係ないぐらい感動しちゃって、あそれではあっち側に立ちたいなと思って、うん、声楽を習い始めたのがきっかけです。すごい。そうなんです。でも先生に勧められるってすごいことじゃないですか。先見の明いや先生のおかげなんです、うん、本当に、うん、それはなんか音楽の授業か何かを。そうですそうです、音楽の授業で声を聞いてずっと誘ってくださって、ずば抜けてたんでしょうね。いやいや、じゃなかったら先生言わないの。そうですよね、勧誘だったかもしれないですけど、ただのされてないから大丈夫かっこいい。ちょっと音楽とかの紹介、うん、あのご自身がされている音楽の紹介とかも、はい、あ音楽は、うん、例えばジャンルとかですよね、はい、ジャンルはあの一つに言うのはすごい難しくて、すごいいろんなジャンルを歌って自分で作ってるんですけど、うん、あの島歌っぽい感じの日本っぽい曲もありますし、うん、R&B とか、うん、あとファンクとかすごいアップテンポな曲もあったりするんですけど、一応共通して自分の中であの気をつけて作ってるのはソウル
のを作ってます。一段 の, その音楽のルーツってどこなんですかね、はい、ルーツ。いろんなところ。そうなんですよ。ジャンルをやってるから。そうなんですよ。自分のルーツ、私のルーツもすごくアメリカと日本と両方だし、うん、なんか一概にどこ一個って言えなくて、うん、もちろん声楽一番の多分ルーツは声楽なんですけど、そうです、そうです。でもクラシックの要素は本当にちょっとしか入ってないし、あとその後ゴスペルを歌ったり、そうですね、R&B 系を歌ったりしていたので、なんかそういうゴスペルとか R&B の要素が強いねってよく言われます、聞いてる人からは。確かに確かに、私もすごい、はい、あの映画のさ天使にラブさん、天使にラブさんの熱が大好きで、私もその一番のルーツは自分の中ではコスペルかなと思ってるんですけど、うん、もうすごいですよね。ごめん、何をすごいもうそれすごいよねっていうの、魂の音楽ですよね、うん、なんかそのいろいろ、例えば一個のジャンルにしても、うん、やっぱ歴史があって、うん、それを全部バーッブーって全部調べると、一個やっぱクラシックとか声楽とかに、うん、そうですね、古典はそこですもんね、元は。面白いなって。そうですね、早く聞きたいな。ありがとうございます。今日は、ね、あれかもよ、かもよ、チャンネルはそのままいや、でも私もちょっとその今日ゲストで来ていただく前に、はい、だいぶ前にね、ちょっと事前にこの音楽を聴かせていただいてたんですよね。ありがとうございます。私もちょっとあのいろんな方にちょっと生で聞きたい、生で聞きたいってすごい言ってたんで、もしかしたら生演奏があるかもよっていうね。嬉しいです。なんか生と、うん、あの普通に聞く音って全然違いますよね、うん、違う、うん、なんか生で聞くと本当に自分歌ってる方も伝えたいことをすごい伝えたいってますます思うし、うんうんうん、みんなの顔色とかを見て、はい、聞いてる時ももう生だとすごいなんかビンビンに伝わりますよね、感動するし、うん、もうなんかもう裸みたいなものが、本当ですよね、本当ですよね。すごい、早く聞きたいな、それが聞きたいなっていう、かもいやでもそのなんかいろいろこう本格的にこの活動をされたきっかけっていうのを、うん、その学校の先生に音楽を勧められて、はい、音楽をスタートされたわけじゃないですか、うんうん、はい、そこからこうやって本格的にと言いますか、もうこれだけって決めたのっていう、どういうきっかけなんですか？なんか、うん、きっかけはもう一つに絞れないんですけど、はい、なんかいろんなことがあって、あの普通に自分の人生を生きている上で、うん、もし一つしか何かできなくて、うん、でもその一つはできるんだとしたら音楽だなっていうことをふと思って、うん、その時に決意しました。うん、他をあの失う可能性もあるかもしれないけど、うん、でももうその一歩に決めようっていうふうに、うん、すごい、すごい。なんか、うん、私も今こうガールズバンドクラブリーグっていうガールズバンドでボーカルやってるんですけど、うん、やっぱこう、うちはこうバンドで行きましょう、行こうぜみたいな感じなんやけど、こう一人で独立して動いているっていうのが、うん、はい、今こうやって話してても思うんだけど、すごいしっかりしているなって。見習います。本当にそんなことないんですよ。いや、いつもでもテンパってて。嘘だ、本当なんですよ。テンパってて、リハとかでも本当はテンパってるんだけど、それを見せないで、あのみんなをまとめようっていう、うん、思ってテンパりを見せないようにしてる。じゃあもうなんか私たちね、ちょっと真面目に真面目にやんなきゃって思ってたけど、うん、そろそろベラッといきます。うちらベラッといったらなんかただの人になっちゃう。そうなんだよね、ちょっと。でもちょっと良かったですね、今のお話でぐっと距離が縮まりますね。本当にそうです。ごめんなさいね、声上げちゃって。もううまーってきました、今ので音声出してから。よかった。本音はね、それを見せないようにこう、はい、こう作るっていうのもまたすごいなって思う。いえ、
違いとかってありますか？なんか、日本のお客さんって結構すごい礼儀正しくて、なんか割と静かめだし、ちょっと恥ずかしがって乗ったりとかするんですけど、もう海外は本当にそういうことがなくて、すごい反応が早いですよね。なんか盛り上げようとするともうすぐ盛り上がるし、近寄って行って歌ったりするともうすぐヒューって感じで盛り上がってくれるし、なんかアンコールとかをお願いしてもらう時の感じとかも全然、なんか日本だとアンコールっていう感じだけど、もう海外だともうすごい近寄ってきて、チップ渡すからやりなよみたいな感じで、すごいすごいテンションも高いし反応も早いと思います。確かに、日本のこういうなんかフェスはでもどうだか分かんないけど、ライブハウスとかやっぱこうしっかり見なきゃみたいな、ここで盛り上がるときはこうしなきゃみたいな、なんかとらわれがちなんですよね。そうですよね。海外行ったことないか分かんないですけど、日本までとかって言ってるけど、ムービーとかね、そうそう、YouTube とかね、YouTube とか見てね、でその見てるとやっぱ本当に好きな人はこう前行ってお酒を持ちながらうわーとかやってるんだけど、多分そうではない人とか、今は静かに飲みたい気分な人とかはこうカウンターとかでこう飲みながら見るみたいな、本当自由でいいな。そうですね、確かに自由ですよね、一人一人が。フェスに行きたい、ですね、ぜひぜひ最善で行くよ。そうですね、もうちょっと今のお話を聞いたんで、私もフェス行くときはもう一人で暴走したい。ああ、ぜひぜひ。うそう、そうですよね、自由にね、自由でいいんですよね。そう思います、本当に、あれすごい、ね、今のはそしてすごい私気になってたんですけど、はい、全然違うんですけど、はい、このそうなんです。今発売中の、上に上げた方がいいかな。今発売中のファーストアルバムなんですけど、こちら My Way to Happiness という CD を今発売しています。いつから発売したんですか？これは2009年の9月です。はい。どこで入手できるんですか？Amazon とか H&B とか各種で、あと iTunes などでも、発売しています。iTunes ってのがまたかっこいいです。iTunes。 すごい、私そういいよ、ね、英語喋れないんで、そういうなんかもうちょっと細かいところでかっこいい。ちらもありがとうございます。あっちの楽屋行った時にかっこいいよね。本当ですか？すごいよね。いや、ありがとうございます。さて、はい、じゃあちょっと、音楽を通してなんか伝えていきたいこととかっていうのがありますか？すごくいっぱいあるんですけど、例えばジャンルということで言ったら、やっぱりすごくいろんな垣根を越えて自分活動していることもあって、よりみんなが自由に、いろんな束縛とかあるかもしれないけど、そういうことを気にせず生きていけるような、そういう気持ちになってもらえたらなと思いますし、あとなんか自分で何かに挑戦してる人とか、自分を信じて生きてる人とか、そういう人がもっと自分を信じて前向きに生きたいって思ってもらえるようになればなって思います。なるほど、はい、それはでも現代社会においてのそうですね、そうでもありますよね。本当にそうですね。でもそういう日本だけじゃなく、いろんな世界を見て自分が住んでたり、いろんなやっぱ、はい、いろんなところに行ってるエマさんだからこそ、そういうなんか、ね、こういう考え、説得力も生まれる、そうですよね。本当ですか、そうですね。自分自身もやっぱりいろんなバックグラウンドを持ってることで、はい、いろんな経験をして、やっぱり、そういう国とか言語とか、いろんな束縛とかね、そういうものが溢れているけれども、特に今は情報も多いので、なんかもうパニックになるぐらい情報があるじゃないですか。でも、もう本当にそういうこと関係なくて、自分自身に素直に生きるってことが一番大事じゃないかなって思う、ね、なるほど、確かに本当すればもう本当わかる、ね、なんかすごいもう多い、いっぱい何でもあるんだけど、結局それから自分が何も選ばなかったら何もないじゃないですか。だからそうですね、自由に、そう、柔軟に自由にっていうのが
がすごい今は大事だし、そうですね、その中で自分が何を大事にするか、うん、ブレブレになっちゃったらやっぱもう、うん、そのメディアとかの情報ばっかりにこう左右されてしまうから、うんうん、私もブレない人間ではいたいけど柔軟にもいたいみたいなね、そうですね、そうですね、大事ですね、といういろいろな話を聞いたところで、はい、歌聞きたいな、はい、じゃあ名前出していただきます。はい、もちろんです。お願いします。ありがとうございます。じゃあセッティングということでね、はい、これから、はい、じゃあ準備の方お願いします。はい、よろしくお願いします。マイちゃん髪伸びたね。え、私、え、これ入ったら文句言ってね。はい、え、ちょっとちょっとちょっとすいません、惜しい。いや、ゆうりねんさん、バリカ、私髪切ったんですけど。嘘、伸びたよ。伸びたねって切ったばっかりなんですけど。しかも5センチぐらい切りましたよ。5センチも切ったの。はい、うっそ、ごめんごめん、ちょっとめっちゃ、でも前じゃ見えなくなってるけどね。真っ暗ですからね。いやいやいや、イエーイ、すげえ、念願のもう念願のスリーショット。いやもう、本当私名前を聞きたい聞きたいって言ってたんで、本当にいいんですか。そうです、もちろんです。これエヴァさん歌ってるとこに私らこうやって入ってていいの、これ顔が打ってるよ、ここいいですか。何もしてないけど私、いいのかなこれ。この辺でいいんですかね。はい、あ、もうちょっと、まだ下がるかな。あ、下がりですね。はい、はい、ありがとうございます。で、多分切り替えの、チェック中です。いやもううっとりしちゃいましたね。私たち今黙るわこれ。すいませんね、なんかパーソナリティなのに聞き入っちゃって。なんで。いやいい。じゃあそろそろ、はい、生演奏の方よろしくお願いします。Checking each other once in a while is fine.
何のジャンルなんだろう。ゴスペルではないですけどね。綺麗なバラードな。ありがとうございます。これは何かファイナリストに残られた時の。そうなんです。あのそれ聞きたくない。アメリカの、あの Great American Song Contest っていう。お願いします。かっこいい。今の発音だけでうっとりして。Great American Song Contest っていう。あの作曲のコンテストがあって、はい、そちらでファイナリストに選んでいただいた曲なんです。すごい。いえいえ、なんか私の曲は結構もっとアップテンポな曲とか、はい、R&B 系が多いんですけど、なんかこの曲は本当に自分のために書いたっていうか、すごい素直な気持ちをパーって書いた曲だったので、なんかこういう風に受賞できるとは思ってなくて、すごい嬉しいです。英語だったんでちょっと歌詞が分からなかった、はい、ごめんなさい。そのちょっと歌詞の内容を聞きたい。もちろんです。あのなんか初恋の気持ちみたいな感じで、だからいいやとか、あの例えばなんかこう、あ、耳が赤くなるような、はい、そう、あのそうそう、うん、あのあなたの耳がに恋してるとか言ってたんですけど、最後の方は、あ、いいです。おー、どうしよう。ヘンズ、あなたの名前、Your name に恋してるとか言ってたんですけど、あの例えばすごい信用好きになっちゃったりとかして、うん、その泡酸っぱい恋、うん、伝えなくていいんだけど、あのすごい好きなんだよっていう、うん、ただそれだけなんだよっていう、そんな曲です。だから受賞されたんだと思う。もちろん、本当ですよね。ありがとうございます。すごいな。なんか歌詞その意味とかは英語なんでちょっと分からなかったんですけど、こう切ないとか、なんかこう甘酸っぱい感じは本当に
伝わってきて、うん、なんか嬉しい、スーって本当にそれがギュンって心のなんか胸の奥の奥の方に入って、嬉しいです、ね、ありがとう。キュンなんだけどこう痛くないから、うん、ふわっとしてる、そう柔らかくね、うん、嬉しいです。なんか失恋とかしちゃった人とかが聞いてホッとするような曲になればいいなと思います、うんうん、まさにそうですよね。愛です、ね、愛です、うん、恋恋恋です。そうですそうです。じゃあちょっと花山さんの今後と、うん、なんかこれからの活動予定とかを最後に、はい、もちろんです。今発売しているのはこちらなんですけれども、今セカンドアルバムも、制作中で5月に発売予定です、そちらは今、歌いました、It's Just That っていう曲なんですけど、その曲も含まれていますし、かなりアップテンポなファンクとか、あとボイスパーカッションも挑戦していて、そういう曲も入った、すごい多様な曲を楽しめるアルバムになっています。 Liberty っていうタイトルです。今ちょうどあのデザイナー、すごい素敵なデザイナーがあの爪の作業をしてくれていて、あのすごく皆さんにお見せするのが楽しみです。で、ライブも近々ありまして、はい、今月もありまして4月29日に、下北沢のモザイクというところで、今映像が出ているんですけれども、ラブというファッションブランド、はい、そうですね、ファッションブランドと一緒の、コラボしてやるイベントで、こんな風に本当にすっごい可愛い衣装を作ってくださっていて、それぞれのアーティストに、私のためにも私のバックバンドのためにも作ってくださっていて、それぞれテーマを元に作ってくださっています。すごい個性的で、あのラブならではのすごい独特な衣装、この日限り、ご覧いただけます。また5月には5月26日に私のワンマンライブがあります。渋谷のラストワルツというところで開催します。あ、今ちょっと映像に出ていましたけれども、オープン6時、開始が7時になっています。予約は私のウェブサイト、www.evavictoryvaine.com のコンタクトページから、送ってくだされば前売り予約できます。また会場の、ラストワルツさんからも予約できます。ぜひぜひお願いいたします。そちらのワンマンライブでは、普段トータス松本バンドで活躍しているベーシストなどおなじみのメンバーに加えて、バイオリニストで、久保黒さんなどのファーストバイオリニストとしても活躍しています、漆原さんを迎えます。またタップダンサーも迎えて、すごく、盛りだくさんのライブになっていますので、ぜひよろしくお願いします。すごい、お願いします。すごい、しかも今の写真って、あ、私です。はい、そうなんです。かっこいい。もうすごい素敵なあのパリにいるスタイリストさんと、すごい腕のいいプロ、のフォトグラファーさんとコラボして撮っていただきました。ありがとうございます。今日のマウントも聞けてね、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日のゲストはエヴァ・アイネさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。そしてこの後はいつもの、はい、クラクラクラリー、そのまま見てね。はい、次は5月の14日です。また次回お会いしましょう。じゃあね。はい、練習しました、はい、が、まだ私たちに桜は咲きそうにありません。不安になるばかりです。でも、勝負の時っていうものはやってくるもので、この縄跳び合計で30回跳べたらクリアを、まずはね、いきたいと思います。縄跳び合計で30回だけど、もう自分が30回やるぐらいの勢いでいます。頑張って。Okay, thank you.
こんなんじゃない。こんな。三回行った。ラストオッケー。行きます。うざい。10回できたらクリアなんだけど、うん、まあ、1人2回ずつやって多い方をカウントして、そうだね、そうだね、例えば2と3を出したら3、私が1と4を出したら4、8と2だったら8、そういう風にカウントして、その合計が10以上になればクリアということで、いい、行ってみたいと思います。いきます。貯金できますよ。イエーイ。そこからちょっとパンッとハードル高いじゃないですか。風は今ほぼ無風に近いです。 OK。 じゃあ夏目頼んだ。頑張れ。もう走れ。せーの、ゴー。いやー、すごい上手い上手い。夏目はドロップ、リンク、ヒットアップからのループ、あのローリングにて、オリジナルの硬くなオリジナルの勝ち方をしておりますが、審議はいかに。スローモーション再生。アウトでしょ。
見てばっか